はい、タマさん、もっちゃのあです。今回はこちら、はい、ゴンダンシークレットレア孫悟空 GT ゲットしましたので使っていきたいと思います。イラストめちゃめちゃいいね。これパンちゃんがこのバンダナ外してるのもいいしね。でベジータ肩貫通された後だったりとか、まあ GT ファンにはかなりたまらない一枚となってます。いや神様みたいだね、本当に。最後の切り札でウルトラ元気玉ということで1マイナス戦法のデッキでかなり強いんですが、現状それかなり難しいのでちょっと1枚ってはまあね、よっぽどなことがない限りはじゃないと思いますけど、あグラフィックも変わってんのかなこれ。まああれだね、ちょっと構えも違うし、昔のそのカメハメハのシークレット悟空 GT のまあ見た目が一緒で、衣装がちょっとボロボロになっているというところですかね。検証点としては、やっぱ構えが違ってたりとかで、これもなかなか、限定感があっていいね。まあ龍拳カメハメハもちょっと見たいんですけど、今回このウルトラ元気玉メインで使っていきたいと思ってます。まあ貫通とはいますので、まあ、かなりね火力も出せるんじゃないかなっていうのと、サポーター ×40% ダメージアップがこれ永続ってことなんで、まあこれがねどんぐらいの火力になるのか、あそこら辺が見物となってます。さあ行ってみよう、と限界突破。パンちゃん顔でかいな、こう見ると。はいはいはい、 SH リッキーにバーダック英雄、はあ一覧ラピー、と2ラウンドでちょっと先行が取れないやつだね。まあなかなかきつい感じですけど、どうなんだろう、スーパーフィールユニット使えるのかで巻いて、あーエナジー溜まっちゃうもんね。ふむふむ、なかなかきついですね。まあでもね、こっちにはアイオスがいるんで、まあキーソードロックをアバターかな、あいつにかけて、まあどうにかしていきたいところ。多分だけどご飯シークレットのあれじゃない、めっちゃ火力出るやつじゃない。あ、そっちか、これは SR だね、前回の SR カード。はいはいはい、まあちょっと珍しいカードですけども、確かこれ記録回復もついてるんだよね。はい、仲間サポーター ×10% 軽減、あ記録回復じゃないや、軽減がついてて、まあ結構面白い性能してるんですけど、どうしようかな、アバター出した方がいいよね。だってこれ絶対突っ込んでくるから、まあアバターで体力を削っておいて、まあザマスのメテを投げて2ラウンド目は、そうだね、ウルトラゴッドでちょっと耐えるしかないかなというところですけども、ガンマはさすがに気弾が混じっているから入ってないという感じかな。でピッコロさんがおそらく堅実な戦法、いや違うね、堅実じゃないの、強者領域、まあパッと見強者領域だね。はい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 、よし発展決定。いやーなるほど、そういうことか。ああさすがに全出しと、バトルアプリ効果発動、体力アップ、まさかの、まさかのアプリ体力アップじゃないこれ、このタイミングって絶対そうだよね。あーなんだそれ、黄金のオールアプリ、なるほど、エナジーガードかけて記録 10% 回復なんで、あー面白いね、うわ強えリンクベジータ強え。そうなんですよね、このリンクベジータが最近結構自分注目してるカードで、これがね今なかなか強い、さらに破壊神も強い。おおなんか特殊エフェクトついてるんだこれ、そう得意の選手とね相性がこれ抜群でさ、このね効果記録回復がね初っ端ベジータに乗っかるというね、これも非常に素晴らしいコンボだと思います。でどのはい渾身の一撃をアバター、なるほど、まあ、ここはまあ余裕の先行ということで、そうだね、キーソードロックアバターに刺してとりあえず火力をね止めに行きたいかな。いやこれがもう限界突破してるってことなんで、かなりあのアバターが怖い。ただ10万ダウンねしちゃえばとりあえずの火力はまあ止められると思うんだけど、まあまあ英雄僕だよね。硬さ的にはでもどうなんだろう、こっち貫通いるからさ、あちなみにこれ貫通とはにしている理由としては、やっぱりサポーターね作った方が悟空 GT 強いので。あなんで、なんだなんだなんだ、最悪ボタンバグった、あーもうもう
今のはちょっとないわもう。あー、じゃあいいか、外します。ここもミラクル出した方がいい。で、初心者と見せかけといて、はい、相手もここはノーチャージに近い感じでね外してきましたけども、はい、来た、キンソードロック。じゃあここで、ね、ミラクルパーフェクトちょっとねおまじないしながらアバターですね。いやー、限界突破いいなー。いや、4っていいよね、スーパーサイヤ人4。おお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 、いいね。犬では逃げられない。次のラウンドの10万ダメージ発動をロックしたぞ。いいね、いいね、でかい。じゃあザバス止めてもいきます。強っ、1800ダメージ。いや、いいね、いいね。極炎やっぱ強いね。はい、来た、強者龍騎。やっぱそれか。うわ、強いな龍騎。で、それで気絶出ないと。いや、怖い、これ気絶したとこに入ったら終わりじゃん。ああ、よかった。大神ガード7000超えだからやめて、本当に。絶対ご飯これ固定ダメージでさ5000とかいってさ火力出してくるやつじゃん。うわー、やばいやばい、地獄なんだけど火力。ああ、オッケー、ご飯の固定ダメージじゃないけど、いや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 、おかしいでしょ。いや、ジングルあったかな。あ、バトスポロードがあるかも。きたー、バトスポロードでエナジー2破壊できんじゃん。次もしくはジングルだけど、まあどっちでもいいか。いや、バトスポロードがいい。バーダックの2倍かかったから OK。 はい、まさかのバトスポロード入ってなかった。破壊神だったアバター。それはそれは聞いてないよ。どうしようかな。それまずくない？あー、でも貫通の方が強いか。なんか使えるの？待てよ。相手多分4万だと思うんだよね。ユニット効果発動。あー、なんか来たーと。固定戦闘力は効いてない。うわ、なんだよそれ、マジ先行取られたんだけど。いや、でも待てよ、極炎でしょ、極炎かかってて、そんなの持ってんの。極炎かかってて相手5万だね、戦闘力5万。はあ、バトスポロードで覆せただろう、ああいうストーリオじゃないし、こっち。あー、まずいな。だからああいうストーリオ強いんだよ、本当に。欠かせねえな、おい、1枚も欠かせないやつやな、あれやっぱり。カードアクション何個あんの？ちょっと待って、1、2、3個。やられた、臭いな。うわ、そのユニットマジなんなん、ほんと。多分ね、5万は出ると思うんだよ、確実に。5万は出ると思うんだよ。7000制限だと逆に2000制限で取られるし、難しいな。これしかないよね、ほら。まあこれしかなかった、正直言って。いや、ごめん、ご飯のユニットは言えなかったっす、正直。あー、でもそっか、また止まってるのはめちゃくちゃでかい。さあ、残り2万7000ダメージ、結構際どい数値ですけども、まあ固定ダメージ差し引いても1万ぐらいでしょう。あ、ワンチャンあるかな。タイムブレイクされてしまった。この連携アタックさえ止めればワンチャンあるかもしれない。あー、そこに行くか。そこは行ってほしくなかった。あ、そっか、でも軽減あるから。あー、いいね、いいね、いいね。オーケーオーケーオーケー。やって、よしよしよし。さ
さ、これがちょっと嫌だな。オッケー、破壊神は大丈夫。はい、では後攻回ってきましたので、ここで何としてでも決めていきたいところ。さあバターは削っているが、僕 GT が貫通のウルトラ元気玉になってまして、これがですね、記録ダメージついてて、まあなんかね、サポーターじゃないや、最後の切り札が発動するたびに効果アップっていうことなので、まあ多分記録ダメージ結構ね与えられるんじゃないかなっていうところなんですが、はい、満タンになっちゃったけどね。どんぐらい入るんだろう記録ダメージ、亀裂とかないかな。おー、なんかボーナスゲームかな。さあ必殺技龍拳カメハメハが、見れちゃいます。これは豪華。やつだね。で、一体気絶してるんだけど、元気玉は大丈夫。おお。そう、これね、1000% は絶対いくから。わあ、いいね。全員神乱、くそが何者だって声が聞こえてきそうな。さあウルトラ元気玉で、おお、バンちゃんに入ってく。バンちゃーん、あ、おーおお、いった。会場の皆さん、めっちゃいいね。はい、これはいい進路にちょっと見せていきたい。はい、最高の瞬間3ね、撮り始めてるからさ、いい進路にぶつけましょう、これはね。ということで、いやー、いいね、いいね、性能もかなり面白かったし、どうなんだろうね。サポーターね、ガンガン作ればさらに火力強化できるから、まあウルトラ元気玉ね、カンストもね、全然狙っていけるような、感じのカードになっています。で、やはりまあ相性がいいカードで言うと、そうだね、まあ、今回の貫通とは、これがベニカメンでやっぱりね、果たしてくれるので、だったりとかサポーターでね、コパーソス、リンク、ベジータや、暴走と機械とか、あそこら辺が相性いいかなと思います。はい、絵柄も最高で、ね、何気にステータス、HP3800。で、まあ、復活陣とちょっとね、無視してデッキ組んだ方が多分強いと思いますので、こんな感じの編成でいかがでしょうか。ということでね、ウルトラゴッドミッション6の最新動画もぜひね、終了画面の方からご覧ください。連呼動画もぜひ。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。